トーマス・アンドリューズは、アイルランドの科学者、物理学者である。気体と液体の相変化について研究し、臨界温度の概念を発見した。アイルランドのベルファストに生まれた。グラスゴー大学で、トーマス・トムソンの下で科学を学び、ダブリンのトリニティカレッジを経て、1835年、エディンバラ大学で薬学の博士号を得た。 ベルファストに戻り、1845年に新設された、クイーンズ大学ベルファストの副学長、科学の教授に任じられた。研究の分野では、高温で化学反応の速度が早まることを示し、ピーター・テートと共に、オゾンの研究も行った。最も重要な業績は、機体の液化に関する研究で、1860年代に、炭酸ガスの圧力と温度、 体積の関係について調査し、炭酸ガスが液化する臨界の圧力、温度のあることを見出した。アンドリューズの仕事は、熱力学の分野で研究され、ルイ・ポール・カイユ・テラの酸素などの液化の成功に、つながることになった。王立協会から1844年に、ロイヤルメダルを、受賞、1849年王立協会フェローに、 選出、1869年と1876年には、同協会からベーカリアンがメダルを受賞し記念公演を行う。ありがとうございます。